Hey, it's Hika, your English coach! 皆さん、こんにちは。英語コーチのヒカです。今回の動画はですね、これだけで大丈夫。スケジュール調整の必須英語フレーズになります。皆さんも、ミーティングはよくやりますよね。スケジュール調整とか、日本語でも大変なのに、英語になったらどうですか？できますか？どうすれば相手にちゃんと伝えるのか？これだと誤解されないか？英語のフレーズを思いつくに時間がかかる。もっと基本的なフレーズないのかって思ったことないですか？ご安心してください。あるんですよ。これを学ばないとですね、何が起こるかっていうと、結局調整がうまくいかない、違う時間日にち誤解されて勘違いされると、実際の使ったフレーズが失礼かもしれない、関係が悪くなるとかね、仕事に影響しますので、この基本的なフレーズを学べばある程度のミーティング調整だったら対応できますので、最後まで見てみてください。ではですね、最初のミーティングを設定する場合ですね、簡単なフローがあります。日本語でも同じなんですけど、いきなり I would like to have a meeting って言わないですよね。ミーティングはあなたとやりたいですっていきなり言わないですよね。やっぱり背景から入ります。英語も同じです。だからバックグラウンドなんですよ。例えばですね、こんな感じです。 We are planning to start a new projectAnd I'd like to have a meeting. 新しいプロジェクトをやるのでミーティングをしたいと思ってますと背景を説明します。まあもうちょっとね、プロジェクトのディテールを話してもいいんですけど、背景から入ると。そして誘います。なんで誘う時には、 I would like to have a meeting with you、 あなたとミーティングやりたいんではなくて、質問に変えるっていうのがポイントなんですよ。 Could we have a meeting? Could we have a meeting to talk about the project? 質問で投げる。ここよく勘違いされるんですけど、 I would like って丁寧ではないですかって聞かれるんですけど、 I would like は確か丁寧なんですけど、ミーティング設定する時には質問じゃないから、なんか命令に聞こえるんですよね。私はこうしたいんですっていう風に聞こえちゃうので、質問にするっていうのがポイントになります。 Could we have a meeting to talk about the project? そして日にちですね、時間。これはオプションを出す。 Are you free next Monday from 3 to 4 or Wednesday from 11 to 12? 3つのオプションを投げてやれば、そこから選んでもらう。簡単ですよね。ただ最近はフェイストゥフェイスのミーティング設定ではなくて、 E メールとかチャットの方が多いですよね。なのでその場合はこのフレーズ使うと非常に便利です。 Are you free at one of the following times? この中の一つの時間空いてますかっていうフレーズですね。 Are you free at one of the following times? そして ABC 出してやれば簡単ですね。ちょっとサンプル用意してますので見てみましょう。はい、こんな感じですね。同僚とミーティングを設定している場合です。 Hi team って書いてますね。これさね、数人に送ってますよね、一人ではなくて。 Hi team, I received a monthly progress report from our suppliers and would like to share the details with you in a meeting. これが背景なんです。ベンダーからレポートをいただいたので、皆さんに共有したいのでミーティングを設定させてください。そしてここで Could we meet at one of the following times? 質問にしてますよね。 Could we meet at one of the following times? 6月1日、2時から3時、6月2日、11時から12時、6月3日3時から4時。 Thank you。 簡単ですね。そしてもう一つできるのがデッドラインですね。例えば火曜日までに返信してください。 Can you get back to me by Tuesday? ってやればもう完璧ですね。こんな感じです。これはね、ミーティングを設定する場合なんですけど、今度はスケジュールの調整、変更する場合ありますよね。せっかく設定したんだけど、いや自分がダブルブッキング、他のミーティングが入ってしまっちゃった、こっちの方が重要だから変更する必要がある、この場合はどうするのかというところで、これもまた別フローがあるんですけども、最初は、まあ、日本語も同じだと思うんですけど、謝るんですよね。謝ってお願いをする。 Apology and request. I'm really sorry but I need to reschedule our meeting. 申し訳ないないんですけど、ミーティングをリスケする必要がありますと謝ってお願いをする。そして理由をちゃんと説明する。 I'm double booked at that time。 ダブルブッキングですね、こう言うんですよ。 I'm double booked、 名詞になるんですね。 double booked、 I'm double bookedAt that time。 もしかしてこれも理由としていいですよ。 I have a sudden emergency。 急用が出ました。まあ具体的な情報を伝えなくてもいいですよ。家族のかもしれないし、 emergency なので I have a sudden emergency、 急用が出ましたと。
そして新しいスケジュールですね。 Can we reschedule our meeting to Wednesday at 11 a.m. or Friday at 12 p.m. ここもまたオプション出すといいですよね。だいたいフェイストゥフェイスとこんな感じで話せるんですけど、 E メールの場合はさっきのフレーズ使っていいですよ。 Are you free at one of the following times? ABC でいいです。例を実際にここメールがあるんですけども、また Hi team 数人に出してますよね。 Hi team, I'm really sorry but I've been double booked on June 1st from 2 p.m. 6月1日の2時にはもうダブルブッキングになっちゃってます。 Are you free at one of the following times? 6月2日11時から12時、6月3日3時から4時。 Could you please get back to me by Wednesday? 水曜日までに返信ください。 Regards。 こんな感じですね。もう完璧です。で、こういうメールにどう答えるのか、簡単ですよ。選べばいいんだけです。そうなんで、 Hi Hika, I'm free on June 1st at 2 p.m. まあこんな感じですね。この時間に空いてます、 Thank you。 でおしまい。でもこのオプションに空いてない場合はどうするんですかっていうのはありますよね。いやー、1日か2日か3日か、俺出張でこの3日間いないんだけど4日はどうかって聞きたいとき、これでいいんですよ。 Hi Hika, I'm sorry I'm not free at any of those times。全て時間は空いてないです。 How about June 4th from 4 to 5? こんな感じですね。 How about この時間提案してます。 Thank you。 で大丈夫です。あとはいくつかの結構役立つフレーズっていうのも紹介したいと思っていまして、例えば1時間前倒ししたい場合、 Could we meet an hour earlier? これだけでいいんですよ。 Could we meet an hour earlier? 1時間前倒しですね。1日前倒しでもいいですよ。 Could we meet a day earlier? Could we meet a week earlier? 1時間遅らしたい場合は later を使えばいいんですよ。 Could we meet an hour later? Could we meet a day later? Could we meet a week later? 簡単ですよね。これはチャットでよく使いますよ。フェイストゥフェイスでもよく使いますので、気楽に使ってください。気楽って言ってもそんなにね、ミーティングの時間変更するのは良くないので、気をつけて使ってください。もう一個フレーズ。じゃあ、ミーティングをキャンセルする場合ありますよね。そしてまた今度、今リスケジュールするんじゃなくても、とりあえず今日はキャンセルしましょうっていうのもありますので、それを紹介します。その場合は、I'm sorry, I need to cancel our meeting today. I'll reschedule it at another time. いいですね。I'm sorry. やっぱり謝るべきですね。I'm sorry, I need to cancel our meeting.Today. 今日はキャンセルする必要がある。また今度リスケします。I'll have to reschedule it at another time. で大丈夫です。覚えておきましょう。はい、では今回の動画の復習をしたいと思います。復習の前にお知らせです。ビズメイツの公式 LINE では、ビジネス英語を伸ばしたい方に向けたコンテンツを無料で配信しております。 LINE 登録したらすぐに無料特典をプレゼントしております。 LINE 限定を無料講座も定期的に開催する予定です。さらに英語力を高めたい方はぜひ概要欄から LINE 登録をお願いします。そしてこのチャンネルではビジネス英語を伸ばしたい方に向けた英語に関するコンテンツを配信しております。今後もお役立つコンテンツを継続的に配信できるように頑張りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。はい、では今回の動画の復習です。今回の動画はですね、これだけで大丈夫、スケジュール調整の必須英語フレーズでした。今回はですね、ミーティングを設定する場合、背景から入ります。そしてお願いですね。そして日にち、そしてメールチャットの場合はオプションを出すのがいいです。 Are you free at one of the following times? こんなフレーズを使えるといいと思います。そしてミーティングの調整の場合ですね、スケジュールチェーン、リスケの場合はですね、謝ってお願いから入ります。そして理由を説明する、そして変更の新しいスケジュールの流れになります。メールとチャットの場合は同じくこのフレーズを使っても大丈夫です。 Are you free at one of the following times? ABC ですね。ぜひミーティングで使ってみてください。はい、皆さん今回の動画はどうでしたか？役に立ちましたかな？ミーティング調整っていうのはよくあるので、仕事で使って役に立ったらいいなと思っております。これからもいろんな英語関する動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ見てみてください。 See you next time!